大見島町は、愛媛県の東予地方にあった町である。下記以外の詳細は、大見島の項目3章。芸与諸島の大見島を東西に2分したうち、西側である。大見島町の系譜。町村製止工事。小江会。大見鏡村昭和30年3月31日。昭和31年9月23日。明日調整合体。宮浦大見島町。 宮浦村、大、野の坊、口草、浦戸、岡山村、宗方平成17年1月16日、新設合併、新、今治市発足、今治市今治市、朝倉村、玉川町、並方町、大成町、菊間町、吉海村、宮久保町、博多町、上浦町、石前村、 今治市以下の市町村の合併以前の系譜は、それぞれの市、町、村の記事を参照のこと。大三島町では、隣接の上浦町、博多町、吉海町、宮久保町と共に、三島五町と呼ばれており、おち郡内でも当初部の間で緊密な関係を有していた。平成の市町村合併に臨むにあたり、大三島町としては二つの道が考えられた。三島五町で合併する。 この場合、人口3万人弱程度の町となる。三島五町は、もちろん、落ちぐ全体が、中心都市である、今治市と合併する。この場合、12万人都市である、今治市と合わせて、人口は18万人程度になる。前者は、今治市に近い吉海町に両論あり、どちらかというと、今治市と合併を望む人が多かった関係から、同町も、難点を示した。 後者は、大三島町にとって、市役所本庁から遠く、厳しい選択と言えた。しかしながら、平成の市町村合併の趣旨からすると、より大きな自治体となって、行政力を強化するということからすれば、三島五町でまとまるということは、求心力にも欠ける以上、やむを得ない選択であった。この合併については、一末の不安、寂しさはあったものの、町民から、 特に強い反対はなかった。なお、同じ大三島内の上浦町のみとの二丁合併は合併の趣旨からしてそもそもあり得ない選択と言えた。フェリーにより今治港と結ばれている。町内に鉄道はない。最寄り駅は JR 今治駅である。ありがとうございます。